はい、おはようございます。今ですね、京阪電車門真市で降りてですね、歩いてですねうどん屋さんに向かいたいと思っております。三島うどんといううどん屋さんです。本日ですねあれですわ免許の書き換えがあってですね門真市に来る用事があったんで、どうせやったらちょっと歩くんですけど、このうどん食べてですね、試験場に向かいたいと思っております。それでは行ってまいります。シュッ、壁っぽいっすね。ぶっかけの看板があります。これだと思うんですが、すいません、鳥天ぶっかけでお願いします。鳥天ぶっかけ。はい。またのお時間ください。はい。ただいま11時、42分ぐらいですね。結構並んでますね。こんな感じでございます。じゃあ行きたいと思います。